2号艇柏野浩二選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。前節平尾選手が優勝されたエンジンですけれども手応えはありますか？うん、あの乗る人は乗ったら優勝できるモーターだと思ってます。はい、ご自身で力強いなと感じられる部分があったり、まあ、なんですかね、前節だけに、いいじゃないかと思いながら乗ってました。はい、はい、優出メンバーと比べていかがでしょう？自分のどうですかね、分からないですね、そこら辺は。まだ明日皆さんいろいろ考えていろんなことしてくると思うのでね。はい、はい、ご自分の中ではもう少しここが欲しいという部分ありますか？どうですかね、今の、分からないですね。ちょっと明日になってからですね、まあ急に欲しいなここみたいなことを思えばそういうことするし、まあ、はい、そういうことですか。はい、はい、分かりました。明日2号艇での登場となりますけれども、2号艇お得意ですか？2枠は。いや、別に全部得意と思ってます。はい、今節のスタートタイミングはいかがでしょう？一生懸命いってます。はい、それでは最後になりますが、ファンの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、前節のだけに、優勝するのが、最低限のノルマだと思って明日一生懸命します。応援お願いします。